今まで君といろんな冒険をしてきたにゃ。猫を探したり、貴族として悪党をやっつけたり。まあ、貴族活動も大事だけど、たい焼き屋のバイトもちゃんとしないといけにゃいのが私の辛いところにゃ。今度たい焼き屋の近くに寄ることがあったら声かけてにゃ。真心こもったとーっておきのたい焼きをサービスするにゃ。こんなところでどうしたにゃ。もしかしてたい焼きを食べに来たにゃ。だったらたっぷりとサービスするにゃ。だからほら、何か買っていくって、これはなんにゃ。たい焼きから光がにゃー。ほら、エサにゃ。たくさんあるからいっぱい食べるにゃ。はあ、あ、いらっしゃいにゃ。たい焼き買っていくかにゃ。さすが君にゃ。私が悩んでいることにすぐに気づくなんて。実は、その…君は、私を見て何か気づかないにゃ。実は私…最近、その、太ってきたのにゃ。だからダイエット中なのに。こうやって餌をあげてると、私もお腹が減ってくるにゃ。まかないのたい焼きも、涙を飲んで猫たちにあげてるにゃ。だけど、もう、お腹と背中がくっつきそうで、我慢の限界なのにゃ。君を見込んで頼みがあるのにゃ。どうか、どうかダイエットを手伝ってほしいのにゃ。私一人の意思じゃなかなか。本当かにゃ。ありがとにゃ。早速明日からダイエットを開始するにゃ。知らせる気にゃ。有酸素運動にはなるけどにゃ。ようやくゴールが見えてきたのにゃ。あそこまで行ければ休める。ラストスパート頑張るにゃ。汗で服が張り付いた私の体を見てちょっとドキドキしてたんじゃないかにゃ。君の視線には私は敏感なのにゃ。男の子はしょうがないにゃ。じゃあもしかして君はこの服の中も見たいにゃ。私、君になら見せてあげてもいいかにゃ。にゃーんちゃって冗談にゃん。期待したくにゃ。でも君に見ててもらったらサボり防止になっていいにゃ。これからもよろしくにゃ。
お疲れ様。あんた珍しく女の子の体を見てドギマギしてたわね。それにしても玉木って積極的なのかからかってるのかよくわからない子ね。それも含めて気まぐれってことか。ああいう子と付き合ったらやっぱり大変なのかしらね。まあ退屈はしないかもだけど、まあいっか。実際に悩むのはあんただし。それじゃあね。寝てたみたいにゃ。不思議な夢だったにゃ。でも夢の中でも私はたい焼き屋をしてたのにゃ。え？君の夢でも私がたい焼き屋をしてた？なるほど、私と同じ夢を見てたみたいだにゃ。不思議なこともあるもんだにゃ。夢の内容を思い出してたら楽しくなってきたのにゃ。なんて言ったって、君は夢の中でも私の魅力にイチコロだったにゃ。にゃ、夢の中の続きということで、この中を見せてあげようかにゃ。にゃ、冗談にゃ。それじゃあ、お仕事再開にゃ。